高校が福祉の専門学校に通っていて、将来子どもに携わる仕事に就きたいと考えていたので、広島文化学園短期大学の保育学科では運動会や生活発表会などの行事が豊富なため入学の決め手となりました。同じ思いを持っている仲間たちと就職について話したり、実習についての相談などをすることができて、とても充実した学校生活を送ることができたと感じています。私の好きな授業は身体表現領域指導法です。この授業では保育の考えに基づき実践的な内容の授業を行うので、将来保育士になった時にとても活用することができます。その他、保育実習や教育実習も印象に残っています。この実習では保育の現場でしか味わえない雰囲気を体験することができ、自分が目指す保育の方向性がしっかりと確認できました。保育者になるにあたって自分が何を大切にしたいのかについて考えるようになりました。また子どもたちや保護者の方、職場の方のことなどを考えて、周りの人たちのことを考えながら接していく姿勢を身につけることができました。保育教諭になることです。私はすでに実習でお世話になった認定こども園で内定をいただいております。そこで保育教諭になることの自覚を持ち、保育の学習に励みたいと思います。広島文化学園大学では多くのことを学べ、将来に必ず役に立つと思います。夢を見つけている人も、まだこれから見つけるという人も、自分の思いを大切にして学校生活を充実させていってください。